はい、こんばんは。現在の腐敗した政治、行政、社会、教育の現況に徹底した調査を行い、各所に矯正を求めるとともに、市民の皆さんにはその事実と真相の違いを広報する活動に邁進いたしております。おなじみの赤い車、見張り番東大阪、狼少年ならぬ狼親父の声、今晩も届けてまいりましょう。皆さんこんばんは。今日関西台風逃れましたね。今ちょうど関東、東京のど真ん中、静岡から神奈川県、東京へね、大暴風が荒れ狂ってるというね、来る来ると言われて台風のコースまで選定されているのにもかかわらず、本当の悲しいね、市民の命が失われていっている、このような不幸なニュースが流れていますね。本当に私たちの国のね、安全、危機管理の安全が今ほど問われている時はないのではないか。ね、それはなぜか。異常な、この人生ね、先ほどニュースを見ていたところね、70過ぎの、ね、ご婦人の方が言われていましたね。今まで体験したことのないような雨が降っている。ね、ということは、ね、常に今世界が注目しているね、地球温暖化の問題なんですね。この私たち、ね、私がいつもね、言っておりますように、この地球温暖化という問題ね、私は今からね、30年ほど前に、地球環境問題会議っていうね、団体を設立して持っていますね。ですから、さまざまなね、環境問題にもね、勉強会にも参加させてもらったことが何度もありますね。そしてこの東大阪でもね、今から20年ほど前ですかね、市長が誕生した時にね、この市長が環境を考えるということでね、3ヶ月に1回あの英和にありました市民会館でね、その環境を考えるというね、大阪府下のね、NPO 法人、今でこそね、山ほど NPO 法人ってありますね。今から約20年ほど前はね、本当にね、その大阪府下で参加されていたのがね、確かその時に大阪すべてで100団体ぐらいしかなかったんではないかなと思われるぐらいのね、NPO 法人っていうのは少なかったんですね。しかし今ではね、さまざまな財団法人から NPO 法人ね、本当にね、乱発されたその NPO 法人ね、という団体ができていますが、ね、その NPO 法人を食い物にするね、市民の国税、ね、市民税金を食い潰す、食い物にするような悪徳 NPO 法人が多くあることも報道されておりますね。しかし本当に環境問題を考えるときにね、私たち、ね、人間がこの地球を汚したんであると、私は日頃からそのようにね、皆さんに私の体験談だけではありませんね、今世界中の先進国と言われている人たちね、企業で全て汚してきたんですね。ですからこの地球上から人間が消えたら、地球は最高のきれいな地球になると言われますね。それは極論ですけどもね、私たちのこの生活環境においてね、本当に身近に真夏にね、最高気温、どれほどの気温がね、上がるんですかね。むちゃくちゃな気温が上がりますね。そういう中においても、そのようなさまざまなね、気温の中においてね、自分たちがね、暮らす中において本当にこの地球上のね、生活環境がね、異変を起こしている、
ね、それを実感する時が来てるんじゃないかな、ね、ですから来る来ると震度まで言われたところにね、その被害が次から次へと起こる、ね、私たちは、私はね、九州で生まれてね、15歳まで九州で育ちました、ね、俗に言われる鹿児島宮崎というところはね、毎年ね、台風の通る道と言われたんですね。ところが最近の台風を見ていると、どうも太平洋側よりに行く台風とね、昔から九州からね、あのフィリピン通ってね、その湾をね、抜けて要するに日本海へ行くね、この台風ですね、これがどうも2つに分かれているような気がしてね、ならないんですね。この前あの千葉県に行った台風ね、あれほど被害があって、今ね大変なことになっていますね。しかし台風情報ね、やって、その補償の話もまだね、ようやく決着しようかっていうようなところにね、また違うね、ところで大被害がね、この台風がね、今晩一晩ね、大変なね、不安な夜を過ごされると思うんですね。ニュースを見ていると、どこの川が決壊した、ね、水が溢れて出ていると、即座に避難してくださいと、ね、こういうことがね、言われている。本当にね、おかしな、不思議な、変な、ね、地球もそうですが、この気候もそうですね。異常な暑さのために異常な海水や川の水が蒸発するわけなんですね。こういうね、異常な暑さで異常な気候に変動していく。本当にね、私たちね、私は以前にもね、考えたように、あの猿の惑星っていう映画ありましたね。今から35年か40年ぐらい前ですか、私も 2,3 回見たことあるんですがね、あれがそうなんですね。地球の人類にね、警笛を鳴らしたあの映画がそうではないかなと今ね、つくづく思うんですね。そういうところにおいて、このような危機管理対策を一番に、国民を助ける政治家を育て、そういう人を選ぼうと言った時にね、どのようにして政治家を作り上げるか、これは国民に責任があるんですね。選挙権っていうものが国民にはね、18歳から与えられたました、与えられたのですがね、18歳のね、この東大阪でも先月末に選挙がありましたがね、なんとね、かな、しゃめしいかなね、たった 38.91%ね、40万いる有権者の中でね、たったの15万人しかね、選挙に行かないんですね。これでは今の政治が変わるはずがないんですね。それをね、元に、私はね、学校でね、18歳から高校生ですね、18歳から選挙に行くことができます、選挙権は大切なものですよとね、高等で教えたところでね、学校の教師というものは今の政治を変えたらね、今いろんなね、問題、学校のね、あの東須磨小学校のね、教師のいじめの問題出てますね。こういう政府というものはね、政党ね、既得権益、今埼玉県で N 国のあの党首、立花党首がね、自分が通った、ね、6年間、ね、議席があるのにもかかわらず、それを、ね、辞職して、そしてあの棄権と、ね、自分が出なければ、ね、無投票で当選するだろうという、ね、その立候補者に戦いを挑んで、ね、そして立候補された、ね、今こういうね、本当に刺激的な何かをね、加えなければ、国民が選挙に行かない、ね、選挙に行かなきゃ、
政治家を変えるためのね、あの選挙権ということをね、国民が誰がなっても一緒だ。そうではないんですね、国民の皆さん、市民の皆さん。党員、自由民主党、公明党、共産党、ね、大阪維新の会、党員と言われる有権者ですね。この人たちは、ね、党費を集めて、ね、そして有権者を、ね、把握しているわけなんですね。選挙の時に自分たちの支援者が、この党員と言われる人は何人おる、何万人おるということを計算して、選挙に立候補するわけなんですね。政党っていうのは。そうした場合に、それ以上の立候補者は公認を与えないんですね。ということは、投票率が下がれば下がるほど、ね、自分たちの党員ですね。党員は必ず選挙に行ってくれますから、自分たちが公認した議員は全てのものが通るわけなんですね。このところをね、マスコミなんかは一切この確たるものを教えない、ね、報道しない。ね、ですから、私はこれから、ね、国民の皆さんに対して、そして身近なこの大阪府のね、各市町村で選挙があるときにはね、私がこの選挙に行こうというね、歌を、替え歌を作りました。ね、いつかほど前に、ね、この歌を流しましたね。今日私のね、実行にしている人からね、行って、この前ね、手書きでやりました。月光仮面と選挙に行こうと。ね、ついにここにね、それがね、完成できました。これがそうですね。月光仮面と選挙に行こう。ね、1番から6番まで、ね、ついにこれ聖書、ね、ワープロで売っていただきました。ここに完成しましたね。それでは私が急遽、まだカラオケではありませんが、私が帰ってきて、ね、自分で作ったこの月光仮面と選挙に行こう。これを皆さんに聞いていただきますね。それでは少し時間いただけますか。今から私がね、即興で作ったこの月光仮面と選挙に行こう。これをね、全国のね、有志に、私がこれをね、テープを作ってばらまいて、これをね、市民の皆さんの間でね、聞いてほしいと。ね、選挙があるところでは必ずこれを流してほしいということでね、作りました。これを正式にはね、カラオケ屋さんに行ってね、静かなところでね、ちゃんとしたものを作りたいんですが、急遽ね、これでひょっとしたらいいんじゃないかなというのができましたので、それでは今からね、スイッチオンさせてもらいます。月光仮面と一緒に選挙に行こう。
が悪いと言いながら知らん顔を戦闘に行かない人がいる戦闘に行かない人は誰
ですか。この歌詞を、今のテープを CD に焼いてね、私の知り合い、昔の同士ですね、こういう車をいっぱい持っていますから、その人たちにね、選挙のあるね、市町村でね、国のね、選挙についても、さまざまな全国にね、この啓蒙するね、選挙に行こう、選挙に行って何が変わる、政治家を変えることができるんですね。その正当な理由とは、最初に言いました党員ですね。例えば自由民主党の党員ね、公明党の党員ね、こういう人たちは必ず選挙に行くんですね。必ず行くという人はね、票が決まっていますから。例えば3万人といえば3万人ね、必ず行く。そうした場合に3000票ね、でと、例えば5000票で当落というところであれば、5000票以上取ったら通りますというところであればね、6人を立てるわけですね。市町村ではほとんどが2500票ぐらいで当選ね、当落、もっと低いところ、市長選では何百票というのがありますね。しかしそれは悪ね、ほとんどがその党に在籍しとる人たちが行きます。さあここで皆さんがね、不動票って言われるね、無党派層ですね、この自分たちは今のね、自由民主党、公明党、共産党ね、維新の会にもあまりね、そういう人たちの思想でもダメだと。そうしたらね、自分たちの本当の違う形の無所属で出る人たちを一回ね、政党規定、既得権の政治家じゃないものを作り上げようと思ったら、例えばね、15万人しかね、今回東大阪でも市民が投票に行かなかった。しかし残りの25万人が選挙権を持っていながら投票所に行かなかった。ね、ならばあと10万人が行ったとしましょうか。ね、25万人が投票所に行ったら、ね、この政党に入っておられる人たちは自分たちが支持する議員が決まっていますから、ね、この無党派層の人たちが10万人が、ね、投票所に行かれたら、当然自民党が嫌だ、公明党が嫌だ、ね、というところの人たちは共産党嫌だという人は、ね、無所属の人に投票しますね。さあどうなりますか、その得票は。ね、自由民主党なり公明党なり維新の会なりね、共産党の人たちはね、もう票の大体どのくらいというのは分かっていますね。しかし無党派層の人だ、あ、そう言って政党に入れるのは嫌だと。ならばね、新しく出てきたね、その人たちに一回託してみようとね、言って10万人がね、選挙に投票所に行かれたら、この10万人が新人の方に投票していくわけなんですね。そうした場合にね、その党派の人たちは、その無党派層が多いですから、その人たちの投票には絶対負けますね。こうして政治家を変えることができるんですね。一番ね、政治家が、今の政治家ですね、国会にしても地方議員にしてもね、喜んでいるのは政党ね、政党に公認をもらっている議員が、立候補者が一番投票の投票率が低ければ低いほど喜ぶわけなんですね。なぜならばね、自分たちの投票が低くても自分たちを応援してくれるね、その有権者は自分たちに入れてくれるからなんですね。他の無所属には自分たちの支持力が低ければ自分たちの党の分だけだ。だから自分たちは安心だと。ね、このようにして全国47都道府県1700市町村の議員の連中らが何回も当選していっているわけなんですね。ですから今
ね、この最初に言いました危機管理体制、このようなことをね、変えていくのも、ね、言いました。今月から、ね、10月1日から 2% の消費税が上がりましたね。これを決めるのも政治家なんですね。これを廃止するのも政治家なんですね。ならば、廃止をしてくれる。ね。このようにして、次から次へと、ね、税金が上がったり、消費税が上がったりするものを阻止するには、国民が選挙に参加していったら、これを止めることができるわけなのね。しかし、そういうことは、ね、この現在の選挙法、ね、この選挙のあり方、あっちこっちで一票の格差でね、国会議員の、ね、人口の多いとこでも、ね、同じ、ね、立候補者がいて、地方のところではね、地方では当然有権者少ないですね。そういうところで通った人と、ね、大都会で通った人の、ね、投票数が、ね、莫大に違うのに、なぜ一人の政治家だと、ね、この一票の格差というのは、そういう裁判でやられていますね。一票の差がね、あったからそれを正そうんじゃないんですね。この選挙というものの方法をいくらでも変えることができるわけなんですね。しかしそれをしようとはしないのが現在のね、政治家の実態なんですね。国会で選挙のあり方、公職選挙法を変えようか思ったら、いつでも変えられることができるわけなんですね。それをしようとしない。それはね、あの N 国党のね、NHK から国民を守る党のね、立花党首。ね、ああいう異端児と言われるね、人がね、今ね、ああいう人、形で選挙制度を変えていかなければ、ね、そういう奇想天外な発想でね、やっておられる。ね。今、一石を投じておられますね。通る通らないには別にして、ね。国民がどれほど注目されるか。そうですね。国民の注目度で、ね。次の選挙、自分たちの町で行われる時の選挙、政治に、ね。どのようにして、国民が、市民がね、注目しているか。ね、単なる、ね、ワイドショー的に面白いように、ね、あの NHK をなんじゃらかんじゃらすると、ね、あのフレーズはあの小泉総理が使いましたね。自分党の公認党である自由民主党をぶっ潰す、ね、解体する、ね、見事にね、あのね、今からね、何年になりますか、15、6年、もっと15、6年ですね。前にあの小泉総理、6年間やった時に、ね、あ、8年間やった時にね、そうでしょ。ものすごいことが起こったわけなんで、自由民主党が地方でね、本当にね、バラバラにされたんですよね。どこの市町村でもそうでしょ。自民党がね、自民党席において、ね、本当に一つにまとまっているような市町村なんか本当に少ないもんですね。同じ自民党でありながら自分たち会派をね、組んでいると。別々でね、部屋を持っている。こういうね、おかしな現象が自由民主党の中にもあるし。ということは、それはね、政党政治と言われる方のね、国民がね、選挙に行かないためにね、自由勝手に政治家というバッジをつけた自由勝手に気ままにやっている現況なんですね。ですからね、市民の皆さん、国民の皆さんは必ず選挙に行ってほしいとね、もしね、考えてみてください。国民が現在のね、政治のあり方、政治家のあり方にね、不満があるね、そうした場合にね、政治家に警笛を鳴らせる方法があるんですよ。ね。必ず投票に行く。行って、抗議の声を込めて、怒りの気持ちを込めて、白票を
投票するんですね。一票、清き一票、ね、悪徳政治家の名前で汚さない。だから私の清き一票は白票であるか、白票で投票する。ね、白票入れた向こうですやん。その向こうが、向こう票が、一票が十票、十票が百票、百票が五千票、五千票が一万票、一万票が五万票、五万票が十万票。白票が十万票投票されたときに、当選した政治家はどのように思いますか？ね、国民の声、自分たちにね、期待をしていない、ね、10万票の白票が入った。マスコミ騒ぎますよ。ね、今までこんなことがありえなかった。国民が今の政治はダメだ。だから、清き一票、この清き一票を悪徳政治家の名で汚すわけにいかない。国民が全てが投票率 60%、70% いったのに。ね、白票が、ね、投票数の半分白票で入った。さあ政治家どうなりますか？電気走りますね、政治家は。国民が全てのものが注目していると。ね、こういうね、無言のね、選挙権というものは政治家を変えるだけのね、力のある選挙権なんですね。それを誰がなっても一緒やと。誰がなっても今の国会変わるはずがない。この気持ちが、ね、投票所に足を運ばない。そして、ね、大事な選挙権、勝手に自分たちの税金を吸い上げて、ね、国民の納得できない消費税をバカバカ上げていって、ね、そして、莫大なあのオリンピックやるからといって、莫大な費用をね、出して、ね、そしてまたはそうですね、大阪で万国博覧会をやる、ね、そういうところに、ね、資本主義社会の、ね、要するに、むちゃくちゃな利権が絡む、そういうことをね、やっていく。そして片方では、ね、様々なことが、国民の望むことが放置されていく。これが現在の政治のあり方に異議を申し立てるなら、ね、ワイドショーで、テレビで、ああ、こいつ悪いやっちゃと、な、この連中らが、な、政治を牛耳っている。そのようなテレビに文句を言うよりも、選挙の時に自分たちの清き一票を、ね、最大に抗議の声として、怒りを込めて、その気持ちとして、投票所には必ず行く。ね、このようなところから変えていかなければ、ね、今の私たちの未来、ね、子や孫の未来、本当にね、大変なような国になっていくんじゃないでしょうかね。今大きくね、世界が毎日新聞見てくださいよ。ね、ニュースを見てくださいよ。中東の状況どうなってますか？あのペルシャ湾の、ね、あのどこで、ね、イランの、ね、タンカーが爆発された。ね、あそこ中東の私たち日本、ね、の国にもあそこからね、あのパナマ運河通ってあの辺の中東のところをね、通ってきて、ね、そして重油、ね、原油が輸入されてくる、ね、そこがストップした時に、ね、日本の経済なんか大変なことになるんですね。今刻一刻とそういうことが世界情勢が大きくねうねっている、おかしな方向へ行っているね。また新しい戦争が勃発してますね。トルコの進軍ですね。あのトランプ大統領ね、生還していますね。あのトランプ大統領の政治になってからね、もっとね、ヨーロッパ、そしてあのイギリスさえね、 EU 離脱のね、国が本当にね、右往左往していますね。そしてこの私たち日本国を取り巻くアジア情勢はどうですかね。これも大変な
状況になりつつありますね。しかし私たち国民の日本の生活のね、テレビで報道されていることね、私がこのようにね、今日ライブをやっていてもね、私たち同胞が関東では大変な目に遭っていますね。そして終わったらね、明日この台風が過ぎ去ったらまた大変な被害がね、次から次へと出ている映像も出てますね。これをね、政府がどのようにしてね、処理していくかね、何が台風が来たらこういう被害が出るからその時にはこのようにしようっていうね、計画など一切今の国会の政治家の在り方では見えてきていませんね。行き当たりばったり、被害が出たらそれにね、ぼちぼち対応してやろうかね、こういう流れですね。今私たちね、国民がね、政治にね、何もね、没頭ね、して、しなくてもいい。選挙にだけ行って、選挙の時にね、広報誌がね、国会議員でもそうですね、必ず都民にな、入るわけなんですね。役所から、選挙管理委員会から。ね、せめて、それぐらいにはね、目を通して、この議員はこういうことを訴えている。ね、この党派は何をしようとしている。ね、ですからこの選挙にね、47都道府県1700市町村においてね、必ず国民の皆さん、そして市民の皆さんね、選挙権を棄権されていてもね、棄権してもね、しなくても莫大な選挙にはね、市民の税金が投入されているわけなんですよね、それに参加しないということはね、極論で言えばね、政治が悪い、政治家が悪いね、行政が悪い、役所が悪いというね、これを言うね、権利がね、自分たちで放棄してるんじゃないかな。そうですね、いや自分一人が行かんでも誰かが行くだろうね、そういう考えがもう蔓延してるわけなんですね。今ね、考えておかないと本当にね、この私たちの国取り巻く情勢はね、大変な状況になっていますよね。国の在り方、そしてね、ここの地方では様々な問題がね、勃発してますね。あの名古屋ではね、そうでしょう、私たちのね、国の日本国をね、貶めるね、日本国は悪い国だ、日本人は悪いことをしたね、こういうことをね、堂々と広報できるのもこの日本だからできるんですね。それが賛否両論だとね、さまざまなね、テレビでワイドショーでやってるのと違いますかね。私はもうそういうのはすぐね、チャンネル、どっかニュースやってないかな。それしかね、見ませんからね。しかし耳に入りますね。どこをやっても、朝から晩まで同じことをやってますわね。この自分たちの国の在り方をね、今もう一度ね、考えてみようではありませんか。ね、私は極論になってね、政治っていうものはね、政治家が政治家っていうのはね、様々なね、行政が、行政っていうのはね、決めたことを施行していくのがこれ行政なんですね。その予算案とかね、様々なことをやってもいいか悪いか、金額はどのくらいか、これを精査、市民のね、代理として、これを監査、精査するのがね、議員の責務なんですね。しかし今の議員はバッジをつけたらね、なんかごっつい偉くなったように思うわけなんですね。しかしこの東大阪で私が議員と面談申し込んだらね、
私の前で横着に座っているような議員なんか一人もいませんよ。ね、それはなぜでしょうかね。私は政治家と会うときにはね、政治論争するからなんですね。チャランポランで政治家と会いませんね。たまに雑談しましょうかと言って会うときありますけどもね、それでもどうしても政治的な話になりますね。こういう行政があって、これちょっとおかしいと思いませんかというね、その雑談の中でもね、政治的なね話をする。だからですね、議員のバッジつけたらね、私あの大阪市役所っていうところはね、何かね国会と間違ってるんじゃないかなというぐらいのね、おかしなね、ベールに包まれた大阪市議会議員の議会事務局なんですね。確か5回だったと思うんですがね、事務局ね、そこ行って事務局に行ったら、要するにね、事務局がね、誰だに面会したいんですかと言ってもね、もう事務局の人がアポ取られていますか、いや取ってないですよとね、ならばね、前もってどの子ね議員に交交してくださいね。ところは事務局はね、各議員とのね、議員のいろんなね、行政との業務を行うのは議会事務局なんですね。民間の人が面会に来たらちゃんと行ってね、誰々先生とね、議員と面談が来ております、これ言うのがね当然ですけども、大阪の大阪市役所の中の議会事務局というのはね、何回ラブっているんですね。そういうねところからね、あの悪性不正で大阪市のね中、あの橋本ね市長になった時に、今松井市長ですね、中に行ってよくわかるんですよね。この不正腐敗を放置しているね、大阪市のね東西南北の水道局の不正っていうものはね、長年ね、議員と水道局と業者と結託したね、入札が長年放置されてきていたんですね。そしてこの議員とね、あの大阪維新の会が第一党ですね、大阪市役所ね、そして大阪府庁もそうですね、大阪府もそうですね、3分の2はもともと自由民主党の議員だった人たちがね、あの維新の会ダーッとなだれをね打って行った連中ね、今業者からね、まっとうなね、土木業者から聞こえてくる、私の耳に届くのはね、昔の自由民主党の行った連中、大阪維新の会の議員ね、この連中らが公共工事のね、その中にしてね、全部仕切って口利きでやっているんですよと、こういう耳に入ってくるんですね。これを放置している、もう浄化能力がないわけなんですね。マンネリ化して業者との癒着ね、そして談合で落札していくね、今私調査中のところがいっぱいあるんですね。これもね、この見張り番東大阪ね、どこの市町村であっても、そのおかしな不思議な変な行政のあり方、そして談合ね、昔から言われてますね、公共工事は当然談合はつきものだね。ところが許される談合がいっぱいあるんですよね。そらそうでしょうね、昔のようにね、会社でね、3億のね入札に参加しようとね、昔は自分の会社で積算をしてその数字を入れていたんですね。今は違いますね。
最高のね、表題の金額が出たら、最低価格をね、発表しないのが、大阪市の上下水道の工事の発注なんですね。これをやったら、最低価格をね、積算する連中ですね。一部の管理者ですね。これが業者に最低金額を漏らしたら、すべてその最低金額に一番近い連中が全部取っていくわけなんですね。最低金額より下に入れた失格ですね。ところが、あの最低金額よりね、1億円以上、3億、5億の工事ね、最低5000円アップ。例えば、5億のね、公共工事がね、4億8200万で最低価格は見えませんよ。これはね、最低価格は見えません。ね、4億ね、3500万としましょうか。最低ラインが。ね、当然、積算したところは分かってますね。ところが、天井5億円で出しました。ここから入札ですね。そうした場合に、4億3500万円。4億3500飛んで5000円。入れたところが取るわけなんですね。最低価格を知ったところが全て取っていくわけなんですね。これがやられているのが今の現在の大阪市の水道土木工事の入札のあり方なんですね。ならば、ね、そういうことをせずに最低価格も発表したらいいわけなんですよ。ね、天井が5億で最低価格は4億3500万だと。だったら、4億3500万円でバババッとね、50社ぐらい入れてきますね。抽選したらいいじゃないですか。ね。今の入札のやり方っていうのは、最初から積算をして、ね、会社で1週間も10日もかけて、ね、5人10人で積算して入れるんじゃないわけなんですね。落札してから、ね、その業者が積算してそれを入れるわけなんですね。ならば、その最低価格で取ったところの業者と癒着があったら、ね、すべてわかるわけなんですね。後からもう先に金額だけ、最低ラインのね、5億が天井でしたら、4億3500万円の飛んで5000円で、上乗せ5000円にしたところはみんな取っていっきょると。ね、こういうやり方をやっているんですね。そして、ね、一社だけならまだしも、ね、平成29年度だけでもね、137件案の工事が発注されたんですね。そのうちの120ですよ。120件をね、たったの6業者、7業者で全部取っとるんですよ。ね、おかしいと思いませんか？入札業者はね、大阪市ですから、ね、何百社とあるんですよ。土木のね、入札参加資格申請書を出しているところは。ね。しかし、この連中らがやってるというのは、むちゃくちゃなんですよ。ね。こういう入札のね、方法をずっとね、放置してきているのが、大阪市の東西南北。ね。今年の2月に、ね、建設局のあの電気工事。ね。先島の ATC にあるね、あそこの ATM ですかね、ATC ですよね、ATM ですかな、あの先島の大阪市の市役所の出先機関ね、あの5階の建設局ね、特捜部が大阪町検察庁の特捜部に談合賄賂ね、贈収賄で逮捕されましたね。氷山の一角なんですね。要するにそういうことばっかりが行われているんですね。市民は要するに行政の不正は何をもって知るかって言ったら、あの事件にされてから初めてやっぱりなと、
それ悪いことをしとるはずやなと言うて言うんですね。私は違いますね。噂にしたらそれを調査してね、そしていっぱい民間でできるだけの調査をして、こことこことここがね、談合の疑惑ありますと、これ以上はね、あとはもう捜査でないと分かりませんというところまで私は全て調査するわけなんですね。さあ私はね、この度のね、東大阪市の市議会議員選挙でね、落選はしましたけどもね、落選ではありません。私はね、最高のね、票をいただいたと思ってるんですね。ということは、この赤い車ね、こういう車でね、選挙の候補者を使ってね、私の本人で候補してね、私に期待されていただいた方がね、840人もおられる。これほどね、心強いもらないんですね。ですから、その人たちのためにも、そして東大阪50万市民のためにもね、私は自分の能力ね、ある限りのね、調査能力を発揮してね、さまざまなね、公文書を入手してね、そしてね、自分のね、できる範囲内で強制求めて、それが無理ならね、司法に訴えていこうとね、これをね、改めてね、肝に銘じたわけなんですね。さあこれからね、悪性不正のね、隠蔽工作をやっても、私は必ずね、その根本的なもんまでね、行き着くまで徹底的に調査をね、やっていこう思ってるんですね。ですから時間の許す限りに、私はね、役所に行ってさまざまなね、予算計上、今までね、開示請求して持っている書類ね、これをもう一回、もう一度ね、最初から疑惑がね、いっぱいあるんですよ。この疑惑でね、途中で書類だけ持ってね、まだ行動していない分も、もう一度ね、書類を開示請求を行いね、精査した書類を、公文書を手にしてからね、そして活動としてね、その政治活動ね、市民のために市民ね、これを暴いたのはこの赤い車か、見張り番東大阪のね、これが暴いてくれたんかね、このように言われるような市民の皆さんにね、恩返しがしたいと思っているんですね。この現在の腐敗した政治行政、本当にね、人の心までね、自分さえ良けりゃええという気持ちがね、今の政治家もそうですが、職員もそうですね。そして本当にね、あの職員、公務員という人たちはね、サラリーマン化しているんですね。よく言われましたね、おじさんにしにし、ゼニこっちこっち、公務員の仕事はそうだとね、日が昇って出勤していって、日が落ちるごろ帰ってね、ただ時間をね、この連中がね、よそから天下りしてきた連中が20人おるんですよ、20人ね。この連中らの仕事は、出てきたら週に2日3日出てくるんですね。机があるんですよ、ちゃんとした肩書きもあるんですよね。ところがテーブルの上には何にもないんですよ。ということは何をするのか、庁舎内をうろ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 してね、フロアをうろうろするだけなんですよね。さあ東大阪市民の皆さん、1階にね、市民のためのソファーが置いてありますね。そこに行った時にね、気をつけて見ていてくださいね。2人か3人足を投げ出してスマホをいじってるね、年ね、65以上のね、おっさん連中が何人かいてます。この連中なんですよね、
もらう給料は一人一ヶ月30万円。する仕事はなし。ね、うろうろするだけが仕事なんですよ。それもまたしんどいじゃないかな思いますね。一回言われましたよ。ね、市民の方に。あの人目つき悪いなって人を覗くの、あんな人がうろうろしとるんかな。ね、人を睨むのに、市民を睨むのに、ね、昔の自分らの職業のそのままを出した見方をするわけなんですね。長年の、ね、経験でそういう、ね、職業についていた人たちなんですね。市民の皆さん、ね、私は徹底的にこれから悪質不正を暴く活動に邁進してまいります。ね、毎回毎回、ね、このような赤い車が必ず悪性不正を暴いていきます。これを市民の皆さんに約束しまして、今晩の、ね、ライブまた明日の晩お会いしましょう。今晩はご清聴ありがとうございました。おやすみなさい。